まあ、1割から2割弱ぐらい男性の方でも外反母趾で悩んでいらっしゃる方がいらっしゃいます、うん、そうですね、はい、例えば安全靴を履いてお仕事をされる方とか、まあ、調理師でね、はい、一日中、まあ、調理靴で立ち仕事しておられるとか、まあ、そうでないにしても結構おられますよね。いますね、うんうん、はい、男性の靴って比較的こう機能的にできているように見えるんですが、はい、中にはちょっとおしゃれ靴でつま先の細いようなタイプの靴ですとかね、うん、はい、で、そういう靴を、まあ、流行で履かれる方もいるんだろうし、はい、このぐらいの靴で履けるかなと思って履いてるうちに外反母趾になっちゃったっていう方は、うん、まあ、結構いらっしゃるような感じがします、うん、それに、まあ、靴だけの問題じゃなくて遺伝的にね、まあ、それもね、ありますけどね、店長も少しやっぱりおじいちゃんがね、はい、外反母趾があってなんとなくこう年重ねてきたらちゃんときちんと足に合った靴履いてるんですけれども、うん、少しちょっと角度が出てきたかなみたいなことも感じますもんね、うん、まあ、骨格的にもね、うん、DNA もね引き継いでますんでね、ちゅうこともありますよね、うんうん、なので一概にも靴ばっかりのね整理はできないですけれども、うん、外反母趾があって痛い場合は我慢しないでね、そういうことでしょうね、やっぱり、うん、足に合った靴を選んで適切に履いていただくっていうことも大事ですし、うん、例えば靴変えられないと、もう安全靴はもう会社の決まりで決まってるとか、うん、調理靴はこれでないとダメとかっていう方の場合は、なかなかもう全面的にね、なんていうか、解決というか楽にして差し上げること難しいんですけれども、例えばその中に入れるインソールをね、はい、インソールというか中敷きというか、はい、うん、足を支えるため の中に入れるものがあるんですけれど、それを足の悩みに合わせて、その方の足の状態に合わせて調整してそれを入れることで、多少なりともバランスよく体重が支えられるので楽になるっていうことがありますから、はい、ぜひ我慢されずにご相談ください。そうですね、はい、一回相談していただくと案内、うん、楽に歩けたことがありますので ね、 そうですね、少しでも快適にね、はい、お仕事できたらね嬉しいなというふうに思いますので、ぜひミキヤにご相談ください、はい、お越しください。